皆さんこんにちは。昭和の大女優の左幸子さん、今回は左幸子さんに関する歴史の糸をたどっていきましょう。名前左幸子、本名額村幸子、生年月日1930年6月29日、命日2001年11月7日、享年71歳、職業女優、出身富山県下新川郡朝日町、学歴東京女子体育専門学校、現東京女子体育大学。ちなみに左さんは三男五女の長女として誕生しているのですが、末の妹には女優の左時江さんがいらっしゃいます。左さんは1947年東京女子体育専門学校、現東京女子体育大学に入学すると、実技や学問の習得に努める傍ら演技の勉強に励まれていたそうで、1950年に高校卒業後は都立第五商業高校のホタケル体育音楽の教師となられるのですが、その一方で俳優座の委託生となり、1951年には雑誌「家庭読売創刊号」でカバーガールを務めることに。そして俳優座の卒業公演に出演された際、新東宝の野村弘正監督に見出され、1952年若き日の過ちのヒロイン吉岡麻子役で映画デビューされると、このことがきっかけとなって新東宝の専属となり、その後も1952年「アチャコ青春手帳大阪編」野村監督、1953年アチャコ青春手帳第3話真心先生の巻、野村監督、サラリーマン喧嘩三大記、井上梅次監督、思春の泉、1954年大阪の宿、鶏は再び鳴く、億万長者。また1954年には映画制作を再開したばかりの日活に移籍し、同年社会派映画黒い潮山村聡監督に重要な役どころで出演されたのでした。日活に移籍されてからも左さんの活躍は目覚ましく、1955年女中っ子では雇われ先のひねくれた息子と心を通わせる秋田出身の純朴な女中役を好演し、毎日映画コンクール女優助演賞を受賞。翌年の1956年上坂史郎の犯罪では不倫相手森重久彌さんに心中を強要し、薬入りのウイスキーを飲ませた挙句自殺する結核を患う狂気のヒロインを演じ、コーク国際映画祭主演女優賞を受賞。1957年幕末太陽伝ではヒロインで売れっ子の遊女お染役を演じられると、ライバルの遊女南田陽子さんと女同士のプライドをかけた取っ組み合いのシーンで迫真の演技を披露し、大きな話題に。1958年には大英に移籍し、全国の農村婦人のカンパによって資金が賄われた「荷車の歌」、1959年に出演されるなど独立プロの作品に積極的に参加されるようになるのですが、それでも左さんの勢いはとどまるどころか、1963年には今村昌平監督「日本昆虫記」で貧しい農村で職業を転々としながら売春宿の女中からコールガール組織のマダムとなる昆虫のような生命力を持つ女性を凄まじくしたたかに演じられると、キネマ旬報賞、ブルーリボン賞、毎日映画コンクール主演女優賞など数々の映画賞を独占。翌年の196年には彼女と彼、1963年とともにベルリン国際映画祭に出品されると、日本人で初めてベルリン国際映画祭女優賞を獲得する快挙。1965年比嘉海峡では愛する人の爪を切って持ち歩き、うっとりと眺めるような一途で純粋な将棋杉戸八重を演じて毎日映画コンクール女優主演賞を受賞。また1977年「遠い一本の道」では自らメガホンを持って高度経済成長の波に翻弄される主人公の国鉄職員を演じ、高い評価を得たのでした。こうして数多くの作品に出演された左さんですが、新東宝、日活、大映といずれも短期間所属されたことがあるものの、当時定められていた5社協定をもろともせずに1962年からはフリーで活動され、映画会社にスタートして売り出してもらうより良い作品に出演することにこだわり続けられていたようで、そのこだわりは自身が演じる役柄の解釈や演出について自分の意見を主張し、納得するまで議論されるほどだったとか。実際遠い一本の道で監督・主演を務められたのも、男女差別をなくしたいとの主張があったからだと言われており、とてつもなくバイタリティにあふれた強い信念の持ち主だったようです。強い信念から独立独歩で仕事をこなし、様々な映画賞に輝かれた左幸子さんですが、プライベートでは想像だにしなかった出来事が起こります。左さんは1950から1952年頃、当時まだ早稲田大学の学生だった脚本家の白坂義夫さんと新東宝の若手俳優らと共に劇団を結成すると、演劇活動に熱中していたそうですが、その傍ら交際されていたようで、後に白坂さんが若き日を綴った著書「不眠の森」を駆け抜けて2013年発売で国体にまで出た鍛えた体と演歌歌手のバタヤン田畑義夫さんに散々もてあそばれて覚え込んだ正義で、左さんは私を何度も頂点にと左さんとの関係を赤裸々に明かされています。その後左さんは1959年10月、新進気鋭の映像作家だった葉に進さんと結婚されているのですが、1963年夫婦でタッグを組んだ映画「彼女と彼」が日本昆虫記今村昌平監督と共にベルリン国際映画祭に出品されると、左さんは日本人初の女優賞を獲得。翌年の1964年2月には女の子エッセイストの埴美緒さんを出産されるなど、公私ともに順調満帆な生活を送られているかと思われたのですが、いつの頃からか2人には破局説が流れ始めるようになり、当初ご主人のハニさんはお互いの仕事のために別々に住んでいるだけで即離婚にはつながらないと周囲に説明していたのですが、その時はすでに修復不能となっていたようで、その噂を決定づけるように1975年に別居されると1977年には離婚。そしてハニさんは離婚からたった4ヶ月後に再婚されているのですが、その再婚相手というのはなんと左さんの実の妹額村貴美子さんだったのです。実は左さんとハニさんの間に一人娘美緒さんが生まれて間もない1964年2月、美術大学を卒業した貴美子さんが女優として多忙だった左さんの代わりとして美緒さんの世話をするためにハニ家に出入りするようになるのですが、このことでハニさんと貴美子さんが急接近。その後貴美子さんはハニプロに入ってプロデューサーも務めるようになっていたとのことで、常に行動を共にしている男女の間に恋愛感情が芽生えるのも自然なことだったのかもしれません。そして1974年初頭のある日のこと、左さんは娘の美緒さんとスケートに行く約束をしていたのですが、いつまでたっても美緒さんは約束の場所に現れず、それもそのはず、美緒さんは左さんに一言も告げずにお父さんのハニさんと不倫相手の貴美子さんと共にアフリカに渡るため日本を立ってしまっていたのです。その後この事実を人を介して知った左さんはパニックになり、発作的にカミソリで手首を切って自殺を図るも、溢れ出した血を見て我に返ると伴走行で応急処置をし事なきを得たのですが、興奮は収まらず再びカミソリを握ると髪の毛を半分切り落としてしまったそうで、それから1年以上も音信不通の末、ハニさんたちはようやく帰国されるのですが、3人が左さんのいる家に戻ってくることはなく、そのまま別居離婚となったのでした。それでもひだりさんはきみこさんには気を使って恨み事を漏らすことは決してなかったそうですが、以前にも増して仕事に精を出すようになると酒浸りとなってしまい、1985年には胃がんが発覚、胃の一部摘出手術を行われた後は長い療養生活を送り、ようやく1991年に舞台「糸女」で復帰されると、その後は「解決熟女心配ご無用」のレギュラーパネルリストとして出演されるなどバラエティにも進出し、歯にきぬ着せぬ発言で人気を博しました。当時を和田アキ子さんがパーソナリティを務める日本放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減に1000回」で TBS 系人生相談番組「解決熟女心配ご無用」の思い出を語りました。和田アキ子さんは97年4月に始まった同番組で高田純次さんと共に司会を務めました。野村幸代さん、淡路恵子さん、ひだりさちこさん、加賀まりこさん、波江津子さんら熟女軍団が視聴者の悩みに遠慮なく答える番組で、ほとんど答えてないんですけどボロクソ言うだけで特徴。個性の強い女性たちが大集合しており、和田アキ子さんはなんといっても野村幸代さんとひだりさちこさん、今だから言えますけど合わなかったんですと告白。片っぽが何か言うと片っぽが黙っちゃって気に入らないことがあると攻撃されて、お悩み関係なくお二人の言い争いと振り返っていました。また加賀まりこさんでも何も言えない、野村幸代さんはああいう性格だから「うるさいわね、黙っといてよ」とあんな感じと MC としての苦労を明かしました。女優が多く出演するだけにスタジオには大量のライトがたかれていたそうです。和田アキ子さんはものすごい数のライトが当たるわけですよ。スタジオ入るともわんとするくらい照明の熱で温かい、その弊害もあったようで、激論交わしている時パッと見ると高田純次が寝てるんですと大笑い、私が前触れもなく高田とバチンと叩いて、そんなの何回もありましたね。すごい番組でしたと懐かしんでいました。そんな中胃がんが再発、胃の全摘手術を受けられるも、がんは肺に転移し、2001年11月肺がんのため71歳で他界されたのでした。ちなみにひだりさんの自宅で営まれた密葬には親族が100人ほど参列されたそうですが、ハニさん、ひみこさん、みおさんの姿はなく、親族から実母の死を知らされたみおさんはあの方とは親交がなかったからとだけ答えられたそうです。そしてそんなみおさんも2014年11月肝不全のため50歳という若さで他界されたのでした。終章、優秀の美で締めましょう。今回たどったひだりさちこさんに関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。